テクノポップはシンセサイザーシーケンサーボコーダーなどの電子楽器を使ったポピュラー音楽。日本では1970年代後半から使われ始めた音楽用語。テクノロジーポップの略。シンセサイザー、シンセベースなどを多用した SF 的なサウンドが特徴。電子楽器のテクノロジーを多用した最も初期のヒットは1972年の ホットバターとポップコーンメーカーズの共作となったポップコーンである。同曲はホットバター版がビルボードホット100で第9位まで上昇する大ヒットとなり日本でも小ヒットした。またジョルジオ・モロダーが制作したチッコリーの1972年のヒット恋の玉手箱も最新の電子楽器を使用していた。この時期にはまだ テクノポップという語は使われなかった。英米では日本のテクノポップに似たスタイルのポピュラーミュージックはシンセポップ、エレクトロポップと呼ばれていた。コンピュータやミリ機器を用いて制作した音楽は特にコンピューミュージックと呼ばれた。来日したミュージシャンがテクノポップという言葉を知らなかったという例は多い。また、欧州においては テクノポップは異なる意味で使われていたとも言う。日本では70年代末からイエローマジックオーケストラがディスコやテレビ番組などでオンエアされ、それを追うようにテクノ5三夜が登場しテクノポップブームが起こった。1980年代後半から流行したダンスミュージックのスタイルにテクノやハウスがある。アシッドハウスデトロイトテクノが代表的ジャンルであり、 日本のテクノポップと直接的なつながりはないとされている。初の音色メモリー可能なポリフォニックシンセサイザー、プロフェットマイナス -5 史上初のリズムマシン、ロラン TR-808。YMO は発売前のプロトタイプ機を使用していたテクノポップブーム後期からバンドブーム機にかけて使用された代表的なシンセサイザー、ヤマハデラックス7テクノポップという言葉は 1978年、大阪で、ロックマガジンを発行していたロック評論家のアギ、ユズルが、クラフトワークのアルバム、人間解体のレビューで使ったのが初出とされている。この造語を気に入った、坂本隆一が様々な媒体に出演して使ったことにより、一般に広まったと言われている。は、1978年11月に、ファーストアルバムを世に出し、 1979年5月にアメリカ発売、8月にアメリカ公演、10月にワールドツアーを実施し、そのライブは日本では NHK で放送されていた。渋谷洋一は NHKFM でクラフトワークのトランスヨーロッパエクスプレスやザロボッツをオンエアした。80年代にはアフリカバンバータがクラフトワークを使用した曲を発表した。 1979年から YMO ブームが起きると YMO に続くテクノゴサニアとして P モデルヒカシュー、プラスチックスが紹介された。プラスチックスはファッションデザイナーらによって結成されたバンドで後のバブル期の日本を先取りしたような軽さを打ち出していた。演劇畑出身の牧上光一を中心としたヒカシューも活躍した。その後、 巻上光一とヒカシューはテクノポップの枠に留まらず、前衛音楽や前衛ロック、フリージャズの分野へと大きく羽ばたいていった。P モデルはもともとブラックサバスとキングクリムゾンに影響を受けたプログレバンドのマンドレイクが電子音とバンドサウンドを同期させたスタイルに転じたものであったが、年代時にメンバーが変わり、ダークテクノ、ニューウェーブ、 アジアンテクノと2000年に活動停止までテクノミュージックの追求を行った。サワラギノイは個人的見解としてテクノポップが日本にとって1960年代、70年代前半の文化の暗さや重さから脱却するための一つの方法論との見方を提示している。ブーム期のテクノポップバンドとしては他に恋のベンチシートをヒットさせた。 ジューシーフルーツ、小川三潮が在籍した、チャクラ、大橋純子吉野屋セントラルステーションで、ファンク曲を作曲したこともある、土屋まさみの一風堂などがいた。高木勘や佐伯健三もテクノポップグループを結成したが、ラジオではオンエアされず、不発に終わってしまった。また、アイドルや芸能人によるテクノ会をもリリースされた。これらの曲の一部は、 坂本隆一らなどがプロデュースしている。ブームを担った中核的なレーベルとしては、YMO や戸川淳らが在籍した、アルファレコードの延安レーベルなどがある。この頃来日した、クラフトワークは、テクノポップという言葉を機に、入り1983年にリリースを予定した、アルバムタイトルを、テクノポップと題したが、お蔵入りとなり、 1986年にエレクトリックカフェと解題してリリースした。この中にテクノポップと題する曲が収録されている。バグルスは1979年にラジオスターの悲劇のヒットを出した後、1980年に発表したシングルクリーンクリーンの B 面にテクノポップという曲を収録しており、アルバム ザ・エイジ・オブ・プラスチックの1999年リマスター版にも追加収録されている。80年代前半の欧米では、ゲイリー・ニューマン、M、リップスインク、ヒューマンリーグ、ソフトセルラが、シンセポップの全米ヒットを送り出した。ゲイリー・ニューマン、カーズ、M、ポップミュージック、リップスインク、ファンキータウン、ヒューマンリーグ、ドンとユーゴンとミー、ソフトセル、 テインテッドラブ、オーケストラルマヌーバーズ・イン・ザ・ダークエノ・ラゲーの悲劇。ウルトラボックス、ニューヨーロピアンズ、ユーリズミックス、スウィート・ドリームス、当時の代表的なヒット曲である。ヤーブローピープルズの Don't Stop the Music は、ボーカルがソウルフルなため、テクノポップというよりも、R、R&B グループがテクノを取り入れたものと、捉えた方が良い。歌詞を CZ-101。101 通称カシオトーンは非常に安価だったことから人生の石の卓球など主にインディーズ系ミュージシャンに支持された1985年頃に起こった第二次バンドブームなどの影響もありテクノポップやテクノ歌謡はメジャー音楽シーンから消えていくこの頃にテクノポップでデビューしたサイズも早々にロックバンドの音を全面に出す音楽形態に転向している この頃は、シンセサイザーを駆使しているが、テクノポップとは異なる音楽、すなわち TM ネットワーク、アクセスのようなニューウェーブやキタロウ、ヒメガミのようなニューエイジ音楽などが登場した。一方、同時期に雑誌、宝島などのサブカルチャー雑誌に牽引されて、勃興したインディーズバンドブームの家中においては、テクノポップ色の強いアーティストが存在感を放っていた。 ケラ率いる宇宙天らのレコードは、宝島社参加のキャプテンレコードによって全国に紹介され、また宇宙天のケラが設立したナゴムレコードに所属する、カラテ、バカボンや、人生などもインディーズチャートを賑わせた。宇宙天の、ベニクジラや、ケラが後に結成した、ユニット、ロングバケーションの、シェリーに、口づけテクノポップカバーなどはメジャーでリリースされ、一般にも知られている。 また、同時期にテレビゲームやコンピュータゲームもブームとなっており、ゲームで演奏されるゲームミュージック、すなわちシンセサイザー音色を活かしたインストゥルメンタル音楽に傾倒していく人々も多く現れるようになった。YMO のファーストアルバムでインベーダーゲームが収録されていたように、ゲームミュージックシーンの早々期からテクノポップシーンの人材が関わっていくことになる。 1985年には、延安レーベルを要する、アルファレコードにおいて、初のゲームミュージック専門のレーベルとして、GMO レコードも設立された。テクノポップに代わり電子音楽の主流となったジャンルの一つは、テクノである。1988年以降に、世界的に流行し、日本では、KC や石の卓球が有名となった。人生改め電気グルーブは、 初期はハウスやラップなどに傾倒していたが、イシノがアシッドムーブメントに触れた1990年代以降はテクノ色を鮮明にしてゆき、1997年にシャングリラをヒットさせた。イギリスの808ステート、ジオーブ、オービタルといったテクノアーティストがテクノポップの楽曲をリミックスする企画アルバムもリリースされた。楽器メーカーが 数々のシンセサイザーを発売し、低廉化、大衆化する動きがあったものの、1990年代末期までの間は、テクノポップのリバイバル化に直接影響することはなかった。1990年代から2000年代以降に一般的となった DAW の例。パソコンやソフトウェアシンセサイザーを活用し、過去の名機の音色も、 再現可能2000年代に再結成した YMO テクノポップが再度扱われるようになったのは主にインディーズ音楽シーンでいち早くモティーコンポなどがテクノポップやフューチャーポップを手掛けるようになるさらにテクノ音楽シーンでは鏡がシンセサイザーやボコーダーを駆使したテクノポップよりのダンスミュージックをリリースし人気を集める海外音楽シーンの影響もあった 2000年末にリリースされたダフトパンクのヒット曲ワンモアタイム以降ボイスフィルターによる機械的なボーカルが日本でも取り入れられるようになった2003年に中田康隆プロデュースによるユニットパフュームが東京のインディーズレーベルでシングルを発売この中にジューシーフルーツのヒット曲ジェニーはご機嫌斜めをカバー収録 テクノポップの再アピールが目立ち始める。2008年に、パフュームのアルバム、ゲームが、テクノポップユニットと称されるユニットとしては、YMO 以来4半世紀ぶりに、オリコン週間チャート1位を記録した。近年のテクノポップムーブメントは、中田康隆に追うところが大きいが、テクノポップ第二世代を掲げるアイラミツキ、スイートバケーションなどをはじめとする、数々のフォロワーも現れた。 また、キラキラ系、ピコピコ系など様々な分類がなされた。これら一連の動向とは、思考が異なるものの、松前高高による、お尻かじり、虫のヒットもテクノポップリバイバルに貢献した出来事で、ある。インディーズ音楽シーンにおいても、シンセサイザーや PC のさらなる普及により、アーバンギャルド、フロッピーなどのテクノポップアーティスト、T4P レコーズや、 うさぎちゃんレコーズなどの専門レーベルが活躍している。2000年代に始まったテクノポップの復活は2010年代に入ると J ポップの一ジャンルと見る傾向も出てきた。2011年にはキャリーパミューパミューのポンポンポンが日本でヒットを記録し、日本以外の一部の国々で動画サイトを通じ知られるようになった。その後、2010年代を通して、 世界各国で爆発的な人気を誇った。続いてピコ太郎がテクノポップ的な世界的ヒット曲を発売した。往年のファンならピコ太郎の PPAP にリップス、ファンキータウンを連想することも可能である。歌謡界で最も初期にシンセドラムを使用した楽曲はピンクレディー、サウスポーであり、最も初期に YMO を編曲に起用したのは 近田春をエレクトリック・ラブ・ストーリーである。また、沢田賢治、時キや、堤京平が初めて手掛けた、テクノ歌謡が、坂木原育恵の、ロボットである。このあたりから、テクノ歌謡は出現する。この当時のシンセドラムは、アメリカのバラード社の新ドラムス。そして、日本製のウルト・サウンドといった機材であり、本格的ドラムセットの体をなすというよりは、あくまでも、 高果音的な使われ方をしていた。今の電子ドラムのように、ドラムセットを前とした電子ドラムの登場は、シモンズの新セドラムの登場を待たねばならなかった。イモキントリオのハイスクールララバイはミリオンセラーとなり、川上さんと長島さん、北か、調査に待ってた、どんほか、当初コメディアンに多く楽曲が提供される。その後、 アイドルの楽曲でもテクノポップ調の伴奏をバックに歌唱するスタイルが確立。後にこれらはテクノ歌謡と呼ばれた。当初は打ち込み演奏、生演奏でニューウェーブやテクノを意識したものと定義された。テクノをはじめとするダンスミュージックにメロディアスな歌詞やシンセリード演奏を加えた派生音楽の一つ。スーパーカールの夢際ラストボーイが例である。 他にラムライダー、元気ロケッツなど、チップチューンを演奏する際の機材構成の例。ゲームボーイの内蔵音源を楽器として、使用ファミリーコンピュータなど、FM 音源以前のゲーム機、PC の音源をメインに用いた、電子音楽の一つ。日本では、桃井春子や高橋名人などの、チップチューン伴奏による、テクノ歌謡が有名。ありがとうございます。